ASMR 音声作品猫暮らしから第4弾キャラクターシャム猫を人気声優の千葉愛さんが担当することが発表された。臨場感のある音を届けるためにバイノーラルマイクで録音し、リラックス効果、安眠効果、ストレス解消にもつながることが人気の理由となっている。また YouTube では動画と臨場感ある音の組み合わせで大人気コンテンツとなっており、特に咀嚼音、耳かきの音、タッピング音、料理をする音などが ASMR では人気が高い。さらに動画と臨場感のある音のほかに音声のみでも楽しめる人たちが増え、 ASMR と朗読劇が組み合わさったような音声作品の人気が急上昇している。また音声作品として販売している同人サークルが増えてきたことが、今までの ASMR の聞き方と違う方向に進んでいる。そんな中登場したのが ASMR 音声作品だ。これは YouTube で人気の ASMR とボイスドラマが合体したもので、バイノーラル録音で収録した音声に耳に心地よい環境音や効果音 ASMR を加えた新しいボイスコンテンツとなっている。そして2020年6月に ASMR 音声作品猫暮らしが発売開始された。2020年6月15日からスタートした ASMR 音声作品猫暮らし、は第1弾三毛猫を上作家すみれさんが担当し、6月22日の第2弾では白猫を竹立彩奈さんが担当。わずか2作品で異例の1万 DL を突破し、総合チャート1位、2位を独占し、ものすごい勢いで支持を拡大している。今回その猫暮らし第4弾キャラクターシャム猫を人気声優の千葉愛さんが担当することが発表された。第4弾のシャム猫 CV1 の愛はおっとりとした年上のお姉さん猫で、言葉遣いは柔らかく間延びした印象の喋り方をする。サボってダミンをむさぼることが大好きなので、癒しに関してはエキスパートである。また人猫付き合いが面倒くさいと思っているが、黒猫はとにかく世話焼きなこともあり、彼女と仲が良い。若干不満はありつつも、シャム猫自身黒猫のことが好きなのだとか。そんなシャム猫 CV1 の愛の決めセリフ、最初は君のヘリップ、どこを気持ちよくしてあげよっかに、ダーヘリップの一言で癒されること間違いなしだ。本作は約2時間にわたる大作となっており、実力派の音響効果スタッフによる梵天、赤ちゃん綿棒、ヒノキの耳かき、革手袋でのお耳もみ等の心地よい ASMR 音声を中心に、ストーリー性も融合された新たな音声作品となっている。キャラクターデザインはプータさん、音源制作は同人サークルキャンディーボイスが担当する。なお、ASMR 音声作品、猫暮らし。は全7タイトル、毎週月曜日連続で配信予定となっているので、今後3タイトルでどのようなキャラクターや声優が発表されるのか、これからも話題を呼びそうだ。商品情報、猫暮らし、シャム猫娘と癒しのだらけから発売日、2020年7月6日価格、1980円、税込み声優、シャム猫、CV、血の愛、収録、1。
ようこそ猫名館、猫名いかんへ。臨場感のある音を届けるためにバイノーラルマイクで録音し、リラックス効果、安眠効果、ストレス解消にもつながることが人気の理由となっている。また YouTube では動画と臨場感ある音の組み合わせで大人気コンテンツとなっており、特に咀嚼音、耳かきの音、タッピング音、料理をする音などが ASMR では人気が高い。さらに動画と臨場感のある音の他に音声のみでも楽しめる人たちが増え、 ASMR と朗読劇が組み合わさったような音声作品の人気が急上昇している。音声作品として販売している同人サークルが増えてきたことが、今までの ASMR の聞き方と違う方向に進んでいる。この場合からに、膝枕で梵天赤ちゃん綿棒、ヒノキの耳かき、右耳3。膝枕で梵天赤ちゃん綿棒、ヒノキの耳かき、左耳4。シャムミコとおしゃべりから君の膝枕の上で。5。コットン手袋、サテン手袋、革手袋でお耳をマッサージ6。雨音しっとりボディマッサージ7。シャムミコとおしゃべり、またまた君の膝枕の上で。8。シャム猫の寝かしつけ、睡眠安眠導入。 ASMR とはオートノマースです。そんな中登場したのが ASMR 音声作品だ。これは YouTube で人気の ASMR とボイスドラマが合体したもので、バイノーラル録音で収録した音声に耳に心地よい環境音や効果音、ASMR を加えた新しいボイスコンテンツとなっている。2020年6月に ASMR 音声作品猫暮らしが発売開始された。2020年6月15日からスタートした ASMR 音声作品猫暮らし、第1弾、三毛猫を上作家すみれさんが担当し、6月22日の第2弾では、白猫を竹立彩奈さんが担当。わずか2作品で異例の1万 DL を突破し、総合チャート1位、2位を独占し、ものすごい勢いで支持を拡大している。今回、その、猫暮らし第4弾キャラクターシャム猫を、人気声優の千葉愛さんが担当することが発表された。4段のシャム猫 CV 千葉愛はおっとりとした年上のお姉さん猫で、言葉遣いは柔らかく間延びした印象の喋り方をする。サボってダミンをむさぼることが大好きなので、癒しに関してはエキスパートである。また人猫付き合いが面倒くさいと思っているが、黒猫がとにかく世話焼きなこともあり、彼女と仲が良い。若干不満はありつつも、シャム猫自身黒猫のことが好きなのだとか。そんなシャム猫 CV 千葉愛の決めセリフ、最初は君のヘリップ、どこを気持ちよくしてあげよっかに、ああヘリップの一言で癒されること間違いなしだ。曲は約2時間にわたる大作となっており、実力派の音響効果スタッフによる梵天赤ちゃん綿棒、ヒノキの耳かき、革手袋でのお耳もみ等の心地よい ASMR 音声を中心に、ストーリー性も融合された新たな音声作品となっている。キャラデザインはプータさん、音源制作は同人サークルキャンディーボイスが担当する。なお、ASMR 音声作品、猫暮らし。
ハゼン7タイトル、毎週月曜日連続で配信予定となっているので、今後3タイトルでどのようなキャラクターや声優が発表されるのか、これからも話題を呼びそうだ。新情報、猫暮らし、シャム猫娘と癒しのだらけから発売日、2020年7月6日価格、1980円、税込み声優、シャム猫、CV、チムアイ、収録、1。ようこそ、猫名館、猫名いかんへ。シャム猫の場合からに、膝枕で、梵天赤ちゃん綿棒、ヒノキの耳かき、右耳3。膝枕で、梵天赤ちゃん綿棒、ヒノキの耳かき、左耳4。シャム猫とおしゃべりから、君の膝枕の上で。5。コットン手袋、サテン手袋、革手袋で、お耳をマッサージ6。雨音しっとりボディマッサージ7。シャム猫とおしゃべり、またまた君の膝枕の上で。8。シャム猫の寝かしつけ、睡眠安眠導入。